都営大江戸線の六本木駅で。部活で会えない銀のない変身、小さなため息、ホームは地下 42.3 メートル、日本一深い地下鉄の駅として有名です。また2番線ホームは地下 32.8 メートル、上下2層構造になっています。私のことも深く愛してね。都営大江戸線の六本木駅で抱きしめて、私変わらず君にぞっこんだけれど、 How deep is your love。 都営大江戸線の六本木駅で抱きしめて、君を深く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 愛しているのよ。だから一岡さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今回、夏目ちゃんが私を選んでもらって、そして地下鉄の代表的ともいえる東映大江戸線の六本木駅で抱きしめてという楽曲を一緒にね、パフォーマンスできたのが良かったです。はい、一岡さんとはその研修生の時からすごくお世話になっていて、本番のステージ後とかの、その、にステージの派遣に来てくださって、そのアドバイス言ってくださったり、そういうところがあったり、あとはすごく悩んでた時期に、メールの方で相談させていただいたり、あとは実力診断アーティストの前とかも前日と当日にメールしてくださったり、本当にいつもお世話になっている先輩なので、いつかこの東映大江戸線はすごく一岡さんのイメージがあるので、嬉しい、この曲をやりたいなと思っていたので、すごく今日二人でパフォーマンスできてとても嬉しいです。ありがとうございます。ありがとう。なんか夏目ちゃんは今お茶の間としてこう活動しているわけですけど、まあ、なんかこれからきっとこうデビューとかそれに向かって頑張っていくと思うんですけど、私自身一緒にハロープロジェクトのコンサートとかではパフォーマンスを 見る機会があるんですけど、夏目ちゃんのパワフルなパフォーマンスとなんか抜きの、歌声が私個人的に好きなんですけどなんかそういうところをこう見たりしていると、私自身ももっと頑張ろうって改めて思えてるので、なんか今後もお互い切磋琢磨し合っていけたらなって思います。はい、これからもお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。